高少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ生涯忘れることはないでしょう。我慢対決です。イエーイ。うわ、結構シビアなやついつもライブの後とかにアイシングで氷に足を入れたりとか、あと普段毎日冷水を浴びるようにしてるんですよ。氷水に足を一番長く入れられるのは誰だみたいな、一応競技は用意してるんですよ。これでも本当20秒も入れてられないですよ。いやでも私いつも冷たい水浴びてるからな。お前何してるの？いつも冷たい水浴びてるから。皆さん覚えてますか？あの夏のライブ前ライブ後かき氷めっちゃ食べてますよね、はい、私もその時にかき氷にハマって、もう一生かき氷だけで生きていけんじゃねえと思って買ったのがこのかき氷機です。メンバーにかき氷機、大人気のかき氷食べようとしてるんですけど、です。かき氷を一番食べたであろう森谷さん2番目かも。2番目一番誰？なんこちゃん。おー、負けたわ。かき氷ぶっちゃけ何杯目ですか？ここにこのここ来てから。ねえ、30ぐらいだった。お笑い芸人目指してたのかと思ってたんですけど。お笑い芸人あ、そんなところ娘さんあったんですか？友達とコンビ名作ってて、いつか売り出そうっつって。なんていう？ドンチケタっていう。ってやってそっちから入ってきて。相方いないんです。じゃあ誰選んでいいよ相方。悲鳴が。どんちけた。うわー、なんだこれは。あれ、なんだこれは。コマネチ探偵団と書かれてるのがなんかあったんです、何個か。お前いいの持ってんじゃん。学校来ました。コマネチ。ぜひね、欅の中でもコマネチ探偵団作ってもらいたい。確かに、うん、誰入れる？コマネチ探偵団。平手入れます。平手。ガラ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 、せーの、コマネチ。サクなんか多分本人も気づいてるんですけど、家業が苦手で、グループを代表してあの優香が挨拶をしてくれることが多いんですけど、いつもこうちょっと言いにくそうなんですよ。あ、欅坂が言いにくそう。欅坂46。待って、欅坂。欅坂。かきくけこは？かきくけこ。かきくけこ。新幹線や飛行機など席を倒すときは後ろのメンバーに声をかける。これはあの人として当たり前。人として当然のルール。ハブはちゃんと声かけるんだ。あ、かけ。何？かきくけこ。かけか。ありがとうございます。他の3人は大したことないわね。頑張ります。いいぞ、頑張ります。いいよ、うん、そう、わかりました。原田と井上はプラスポイントですね、竹本はプラスつかないですね。いやミスはないですか。頑張ります。はい、あ、いいいい、もっともっと声出して、ね、いいね、いいよいいよ。大関でも言わないから。大関いける。はい。あ、そうそうそう、さく西前頭筆頭小田倉のダジャレ、ちょっと気になる。小田倉のダジャレ。東前頭筆頭カレーライス。なんだこれ、カレーライス。以上が前頭に選出されました。負けられない戦い2019。いや結構気になりますけどね。もうそもそも最初のカレーライスってプラネタリウムをカップルシートで、うん、あるよね。そう、見たよね、うん、裏に星が出てて、うん、見たくて、うん、ブリッジいやめっちゃブリッジするしかないじゃんと思った。そんなことない。普通に起き上がってくるみたいな。ここじゃん、またね、こうって
言われますよ。なんか変なグループだと思う、まあ、そういうのが一番面白いんだ。そうだね。私と妹で二人でコンビニに行ってたんですね。仲いいな。コンビニに行ったらなんかすごい勢いで爆走してくる人がいて、それがキラちゃんだったんです。すごい走ってて、そしたらその後大沼が爆走しちゃった。やめろよ。走るスピードも、うん、本当運動会の 50m 本気の、本気のやつで、本当に桜坂の悪い噂が、桜坂の変な噂が出る前にすぐやめてください。ハライチ澤部が思う自分に足りていないものとは何？はい、てんちゃん。首。おい、クソデブだと思ってんのか。おお、我々にね、これはこれで分かるよね。二人が我々をどう思ってるか。そうですね。クソ高くない？澤部さん7万するよ。澤部さん、いや、こんな太ってんの俺。おめでとうございます。ありがとうございます。何？え？買ってきたんじゃない。思いがこもってるの。うわぁ、かわいい。すごい。似顔絵クッキーです。似顔絵クッキーね、はい、嬉しい。初めて作っています。あ、かわいい。かわいい。かわいい。姉さんたちのかわいい。もともとお菓子作りが趣味だったの、それとも休みの間にチャレンジしてみたの？高校が、その食品科のある高校に行ってて。おぉ、お店みたい。お店みたい。え、お風呂入ってる？はい。それは、あの、澤部さんと土田さんが沼に入ってハマってるのをすごい表してみたんですけど。あ、両チームの代表者が与えられたシチュエーションでぶりっこセリフを披露。相手役の澤部をにやけさせることができれば10ポイント獲得となります。澤部さんをデレデレにさせろ30秒おねだり選手権。ルールは簡単。30秒間に澤部を少しでもデレッとさせたらミニ澤部賞ゲットです。早速見ていきましょう。まずは初の海外公演となりましたパリでのライブ映像。鈴本も旅行券？鈴本も旅行券。私フランスのパリ。フランスのパリ。サクッとしか。はい、そのまま使わなきゃいけないんだと思ってちょっと邪魔しちゃってますね。かわいい。かわいい。かわいい感じですね。かわいい感じですね。しっとり、しっとりと。子供が、子供が生まれまして。子供が生まれまして。こんにちは。サクッ。ツッチーの一番の宝物とは何でしょう？これまあだから、まあ、趣味ですよ、うん、土田さんの趣味。サイン入りのユニフォームとか。おお、あ、惜しい。はい、レンジャー。サイン入りのサッカーボール。うわー、違う。他になんだ。はい、オゾン。サイン入りのボーリングのボール。問題。ツッチーのプロフィールにある4つの特技、ガンダム、サッカーの知識、白物家電、 B リーグ。ああ、はい、正解。これは早かった。でも分かってたメンバー。うわ、すごい。ちなみに春の B リーグっていうのはボーリングのなんかですよね。そうですね、ボーリングのリーグで、ね、女性のですよね。そうです、そうです、そうです。週食用パン。正解。主食用パン。澤部さん、ごめんなさい。多分澤部さんの。澤部さん乗っちゃダメなのよ、蓋の上。免許を持ってますし、これをあのまず 買ってで、メンバーと無人島に行くっていうのが多くて。そうなんですよ、めっちゃ好きなメンバー多くて。桜坂無人島に行って、なんか野生的にあのしてるところを YouTube に。私だったら増田里奈です。私増田里奈さえいれば、はい、あの増田は無人島に
行った時とかサバイバルを予想してもうそういう動画を見てるんですよ。え普段から、はい、冒険少年出れんじゃない、ね、脱出島頑張りたいです、ね、いやもう終わったなと思いました ね